4月中旬、早速タックルの準備に取り掛かる。これからおかっぱりスタイルで春バス攻略が始まろうとしていた。アングラーは天才おかっぱりバサーとして各メディアで大活躍中の赤松健。今回番組では彼の兆候を完全密着する。この時期はもう完全に産卵期ですね。で、産卵中のやつはもう基本的に釣れない、あるいは釣らない。今回はでも狙うべきはまあ産卵前、あるいは後、まあ、このフィールドが今どんな状態か分かんないんですけど、でそのいつらって基本的にフィーディングしてるんで、その餌食ってるようなやつを今回狙いたいなと、まあ、そんなのもいる時期ですね。赤松県の春バス攻略、その舞台となったのは本州最南端のリザーバー、和歌山県七川ダム。鮎釣りで有名な古座川を本流とし、複数の支流で形成される和歌山県でも屈指のバスフィールド。バスのボイルやと思った。カワセミか。まずコンタクトしたのは七川ダム本湖にあるボートスロープ。水冷たいんかな。あ、多分バスついてると思うんですけどね。このインレットの先の小魚の群れの中に。ライアミの。多分飛んでるやつはもっとちっちゃいと思うんですけど、まあ、できる限りのマッチザベイト。浅いんか深いんかも分からへんしな。多分浅いでしょ、これスロープでしょ。ベイトがいたスポットへキャスト。ワームが浮くんで浮かして、空気が入ってるのはこの中の気質なんですよ。ここの中に空気がこうポッと入ってて、はい、まあ、この空気入ってるうちは浮いてくれて、でこのテール、はい、ここは水面に浮いてて、クッと引っ張ると裏側に空気噛んでポーンって言うんですよ。あと、まあ、水面巻いたらチュビチュビこうチュビ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 ってちっちゃいバズベイトみたいな音がするんで、これペタッと浮かべといて、でテールがこう水感でスプラッシュ出たりとか、こうコポンってなったりとか。でもまあ水入ったらこうやってアンダーウォーターにはなっちゃうんですけど、たまにもこうやって出てきてこんな感じで。ここやけどな、でも一番ここのはるか沖かな。シャローフラットな地形が広がるワンド。そのバンク沿いを AK チャンクをセットした AK ラバージグで手早くサーチする。多分大増水違いますかね。この間まで生えてたような青い草が使ってますからね。これ沖あんまりやりだしたらラチ開かないですね。出会った時に食わせる、もうそれがテーマですね今回多分ね。まあまあ、あんまり高く食らずに回っていきましょうか。よっしゃ、行きますよ。そうですね、やりたいですね、サイトが。どんな感じで。まあ基本的にもバス見ていくんで、まずサイズが選べる。でかいのが釣りたいですね。であとサイトというか食わせのワンも作ったんで、それがここでも効くのかどうか、どんな感じではめれるのかっていうのをちょっと見てみたいなと。十分にウォームアップを済ませ、これから赤松の釣りが始まる。そろそろ本番行きましょうか。ちょっと橋の上から覗きます。雰囲気がわからない。春の価値あるデカバスとの出会いを求め歩き出した。まず小座川の支流にあるクリークへとコンタクトする。増水のリザーバー、おかっぱりで攻略するには釣りづらく、この急斜面を降りる際には細心の注意が必要となる。これ6月に来てここエントリーできたら絶対釣れますよね。あ、バスや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 。じゃあ結局こういうとこなんですよ。結局絶対こんだけ増水したらポイントだらけになった時はもうめちゃくちゃはっきりしたところでやらないと探しきれないから。
1日目の朝一からさ、食わせ。ダウンショットリグ。あ、餌下ってきた。ってことはバス近くにおるな。おった。静かにアプローチ。お、見に行った。お、見に行った。オッケー。いきなり食わせた。新作ワーム、ダイヤミノーフラット、魚のダウンショットリグ。のっけから食わせモード全開で対峙した結果がこれだ。アプローチ完璧やった。オッケー、よっしゃ、完璧。これは青白い水のリザーバーのバスっていう色ですね。よっしゃ、初っ端からいいバス釣れました。春の七川ダム、ファーストキャッチは見事な45センチのバス。この魚の得意技で、こう中層でバーッとたなびかして釣るっていう釣り方でやったら、中層泳がしてたらパーンって横から食いましたね。んで、バス持って気づいたんですけど、水温めちゃめちゃ高いですね。ぬくい。もうかじかんでるって、多分あの中つけてたら治りますよ。思ってる以上にもう季節進行してるんですよ多分。さっきと同じシチュエーション、違う水が入ってるところ。おった、でっか。ちょっとプレッシャーかかりますわ、そこ。でっか。おった、おった。だいぶでかいやつやったんで、ゆっくり行きますわ。リグは先ほどと同じく魚のダウンショット。今ちょっと沖側を通して目線を沖に向けてるんです。あまりに岸の方向きすぎてる。いった。うわ、バイトしてきた。動いたらあかんすよこれ。これだいぶ動いたらあかん魚。リグチェンジ。ちょっと今リグをスプリットショットに切り替えました。糸めちゃくちゃ見てるんで、糸沈める仕掛けでいきます。ワームは同じく魚。糸沈めて、この岸際で追い込みたい餌を演出してる。この位置絶対好きなはずや。我慢比べやな。首動かしただけで見てるもんな。目がキョロってこっち動くもん。ロングリーダーの常にします。あんなけボケーっとしてるやつが最初は狂ったようにもわっとかけてきて、あっ、打ったんですよ。その瞬間が好き。何が好きって、魚をちぎって後ろの魚だけ。これでいってみます。あの感じでいくとね、多分今着水した糸とかシンカーとかルアーの音嫌がってる。行くか。めっちゃ見た。行った。あー、いた。せやん、一瞬やったな。でもこれ正解やな。重り重くしてテンション下がってても、目線の先のずっと遠くに入れてシェイクし続けるって。あ、血圧おかしなりすぎてめちゃめちゃ目回る。好きすぎるんすわ斉藤。一番良かったのは増水してくれたおかげで、産卵床がどこもなくなったってことですね。沈んじゃったから見えなくて済む。あ、そっちや。でっかいバス浮いてますわ。あんなど真ん中で。ど真ん中ちゃうわ、左の岬のとこから見てんねや。ちょっと見てきていいですか。もうちょっと疲れ切ってるんですけど。4匹出てきましたね。いった。おっしゃ、これは狙いの方じゃないけど。
と50ぐらいは日本とこれぐらいのが日本だ、合計5本いたんですよ。そのうちの1本です。でかいの先に狙ったけど、でかいのはね、空中の糸見て逃げましたわ。キャストして飛んでる糸見て、またもや40アップ、ナイスコンディションのバスをゲット。夕刻を迎えた午後5時、この日一番反応の濃かった小座川の支流にある小規模クリークへ入る。活気がないでしょ、水に。まずはゴミ溜まりのカバー下をチェック。ちょっと待てよ、今のバスちゃうの？バスっぽいなと思ったけど、ちゃうか。ちゃうな。ここまで生き物いなくなるか。おっしゃ、入れ替わってるぞ魚が。こんなんじゃなかったけどな。午前中の魚と全然ちゃいますね。いや、釣れましたけど。よっしゃ、魚魚。これが魚魚なんですけど、まあ名前が魚魚ですね。フロントボディ魚、リアボディ魚。で、まあ最大の特徴はこの薄いテールなんですけど、買ってた魚がすごくまあセレクティブな、食性セレクティブな魚だったんですけど、薄いビニール、また水槽の中漂ってるビニールをずっと見て、噛んでやめて噛んでやめてっていうのを見てて、あ、これ薄いの効くかなと思ってワームにしてみたらバスもよく釣れたということから始まったワームです。まあ、そのまま開発を進めて、まあ、魚魚という今の形になったというワームです。で、まあ、これでいろいろサイトして、見てる魚ちょっと難しそうやなっていう魚とか、食いにくそうというでかい魚が今まで攻略できてきたんですけど、まあ、今からの時期ってあんま使い込んでないんですよ、正直。まだできて間もないんで、まあ今回はこれ試したいなと思ってます。最終日の七川チャレンジが始まった。本湖に流れ込む本流支流のすべての川筋をチェックし、赤松が朝一にファーストコンタクトするのは、複数のバスを発見できた小座川の支流にあるクリークであった。こんな変わるかっていうぐらい水質変わった。今朝の本命ストレッチですけど、うわ、水めっちゃ減ったな。昨日普通にバスがついてたシダがもう水面まで来てますわ。ついてたというか回遊ルートになってた。水深50センチ以上あったのにな、あそこ。バスは全く見えないですけどね。バスの回遊ルートとなる岬の高い場所から辺り一帯を見渡す。バス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 。早速単独で行動するバスを発見。バスバス。お、サイズ分かりません。うっすらシルエットがあるだけ。ダウンショットリグで誘うも反応なし。ベイトタックル、ハヤテ 74MH に持ち替え、自作のスピナーベイトをキャストする。まあ、昨日バスの動き見たら結構シビアやったんですけど、多分なんかハマることやったらね、糸の太さとか関係なくバンってくると思うんで、今日はそれを探そうかなと。ルアーチェンジ、スモラバビビビショット7グラムにキャラメルシャットをセット。なんか魚魚は速い動きさせた時の方が反応してたもんな。食ったのもソーシェイクとか、しかもじーっと見て食うんじゃなくて、もうすっ飛んできてパーンって食うみたいな、まるで巻物とか食うような時のバスみたいな。バス来た、目の前にバス。こいつ魚魚のバス。おっしゃ、食った。おら、ジグや。キョッ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 キョ。でかいでかいでかい。でかいでかいでかい。早巻きにめっちゃ反応した。バスに間に合わせようと思って早巻きしたらめっちゃ反応した。キョッキョッキョッキョ。
ッケー。取った。でかい。50アップ。よっしゃ。オッケー。完璧狙い通り。昨日魚魚で早い動きに反応するなと。っていうの見てたんで、今日はスイムジグビビビショットっていう、まあ、スモラバですけど、それの 7g って重いのにキャラメルシャッドってシャドテールつけてちょっとスピーディーに巻いたらスイッチ入りました。堂々の50アップゲット。 52.5 とか一番長いところで3ぐらい。メジャーで 52.5cm、 紛れもなく赤松が求めていたデカバス。狙い通りの50アップは嬉しい。お見事。昨日全くやってないですね。昨日はあの魚魚に徹すると決めてたんで、昨日ね、ただ激ハマれたんですけど、1個、まあ、気になってたのがここで釣りましたけど、シェイクして中層泳がしてる時に横からパーンって食ったんですよね。止めて食わせてないんですよ。これ巻きのが強いかなみたいな。あと魚魚とかライン見て逃げる魚が回収、魚魚回収してる時にはグッとちょっと反応したんで、あ、これできるだけ重いもんとか速いもん巻いた方が話早いなと思って、で速いスピードでキラ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 ってするものだったら、まあこのキャラメルシャドウつけたスモラバ、ここがまあブレードなんですよね。ここがスピナーベイトのブレードで、テールがで、まあこのラバーからボディ、ここがまあスピナーベイトのラバー部分で、まあ、ビビビショットって 1.8g から 7g まであるんですけど、まあ、もう絶対速い動きのが効くから 7g でピュッと浅いとこ巻こうと、深いとこやるための7じゃなくて浅いとこをサッと巻くための7を選んでみました。同じ川筋にあるインレットバー。だから木持っていかんとやばいよ。ルアーは先ほどと同じく 7g のビビビショット、スピナーベイトのように使えて、フォールアクションもお手のもの。ある意味万能なルアーなのかもしれない。食った食った。オッケー。ほらちょっと可愛いけど、ハマってますね。もう何回当たんねんってぐらい当たってる朝から。ちょっと可愛くなりましたけど、同じパターンで追加に成功。ちょっと重くて速いもん好んでる可能性あるんで、ちょっとヘビキャラやってみます。深海4分の3オンス、ワームはキャラメルシャッドの 3.5 インチ。遠投のためのヘビキャラじゃなくてスピードのためのヘビキャロ。いった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 。おっしゃ、ほら一投目や。オッケー、ちょっと大きい。おっしゃおっしゃおっしゃ、40はないけどヘビキャロでした。タフった時間でもバスさえいれば赤松は釣る。なんせあとは糸見るんでね、ここの魚やたら。キャローでやってたらもう全部糸沈めれるんで、少なくともシンカーからルアーまでの糸はもうベタ底なんで、糸がボトムについてんのに速いスピードで引けるっていうのは絶対おいしい。あと一発でええから、ちょっと最後もうちょっとエアサイズ欲しいんですけどね。これこの後に泳いでまた魚魚釣れそうなバスになってるし。バスとの対話が始まった。遅いな動きが。まだこれ初日の朝みたいな感じになってるんちゃうかな。これよっしゃ、食った食った食った。おっしゃ、オッケー。おっしゃ、でかいでかいでかい。おっしゃ、見事な40アップのバス。
リベンジ、さっきバラしちゃったんで、バラしたって落としちゃったんで、これヘビキャロですね。シンカーのネウオ玉というシンカーのヘッドを使ってます。よっしゃ、綺麗なバスです ね。もうこのキャラメルシャッドの 3.5 インチのこれパターンですね。多分重いシンカーで早く動かす、早くというか深いところを素早く機敏に動かす、やりました。スクール来ましたよ。え？スクールが振った。おっしゃ、連発や。よいしょ、おっしゃ、これも40くらいある。けー、連発ゆまずめ。よっしゃ、増水する春のリザーバー攻略、見事コンプリートできた。